うろ覚えですけど、どこまで覚えてるかっていうことで、あの桃太郎を喋ります。昔おじいさんとおばあさんが住んでて、で洗濯物があるってんで、おばあさんがあの川へ洗濯に、おじいさんは山へ芝刈りに行って、おばあさんが川で洗濯していると、川の底からどんぶらこどんぶらこと桃が出てきて、流れてきて、で大きい桃だったんで、それすくって取って、でこれ家に持ち帰って、おじいさんが家に帰ってきた時、じゃあこれ2人で割ってみようってことで、2人でおじいさんがナタでパンって割ったら、あの桃からまあ赤ちゃんが出てきて、でじいさんとばあさんは子供がいなかったんで、それ大層喜んで、桃から生まれたということで、あの桃太郎と、名付けました。桃太郎すくすく元気に大切に育てられて、でその頃元気になったんだ、元気ですくすく育ったんだけど、その頃ぐらいにあの鬼があの結構こう暴れてたりして、財宝とか奪われてたんで、それ倒しに行くってんで、あのきびだんごをおじいさんとおばあさんとかからあのきびだんごもらって、鬼退治に行きました、桃太郎が。そして旅の途中に犬猿キジが来て、で桃太郎さんと、お越しにつけたきびだんご一つ私にくださいなっていう感じで、連チャンで犬猿キジみたいな感じで言ってきて、でじゃあ鬼退治に音のしてくれるかいっていうことで、ついてきてもらって、でそれ犬猿キジと桃太郎で、鬼の住んでる鬼ヶ島に行って、で鬼ヶ島に着いた時、鬼が宴会がやってて、でじゃあこれ酔っ払って酔いつぶれるまで待とうってことで、酔っ払って酔いつぶれたところに、桃太郎たちが襲いかかって鬼を退治して、でその時にそのさらわれた姫とかあの財宝とかを、もらってっていうか奪い返して、で俺船積んで、仲間と共に、帰ってきた。めでたしめでたし。